広島カープ塾始めます。まあ、カープ交流戦、まあ、なかなか難しいし、まあ、特にロッテ戦、まあ、ロッテが交流戦、まあ、セ・リーグに強い、面もあるんですが、ここで、まあ、大瀬良が、はい、あのノーヒットノーランと。そうですね、で4番でございます。大瀬良投手がですね、6月7日金曜日に千葉ロッテ、マリーンズに対してですね、ノーヒットノーランをしました。でこちらはあのいろんなファンの声、まあ、あのロッテ側のファンの声もですね、ですけどよくあるあの審判のストライクゾーンが広くてというわけではなかったと。今回は本当の意味で大瀬良投手の能力、まあ、実力で脱帽ですというようなコメントが千葉ロッテファンの方が多かったと思ってます。それでは塾長お願いします。はい、でこれ今年大瀬良投手の状態がかなり、まあクリーニング手術なので、まあそのトミー・ジョンとかその重症な手術ではないんですが、まあ、まあ、そうは言っても手術は手術なんです。手術は手術ね。はい、そうおっしゃる通り。で、まあ、去年も悪くはなかったんです。まあ、おととしも含めてなんですけど、これが難しいのかなと。要は、早きゃ、まあ、メスを入れなきゃいけないので、まあ、ペナントレース中だと、まあ、結局去年もそうなんです。ペナントレース中にやるしかないと、開幕に合わせるにはね、次のシーズンに。ここの判断が、大瀬良投手は、まあ、2023年も悪かったらすぐ踏み切れたと。はい、そうですね、はい。ローテーション上では投げれる状態ではありました。まあ、カープも首位争いできてましたから、8月まではできてたわけで、これが大きいのかなと。で、これで、まあ、手術して、まあ、開幕ね、若干、まあ、開幕として九里に譲る形になりましたけれども、まあ、ローテーション間に合って、中でずっと良かったと。で、これ実は先週のソフトバンク戦も、まあ、1回に失点しただけなんですよね。そうですよね。そうですよね。あの、ノーヒットノーランか別にし、まあ、結果ね、あの、ヒットを打たれたかどうかは別にして、実は、その、先週のソフトバンク戦も、今日のロッテ戦並みにもいい、そうでしたね。はい。そうでした、そうでした。ですよ。なので、はい、ロッテファンからも、当然ソフトバンク、まあ、ロッテ自体が優勝争いのソフトバンクを見てますので、あ、そうですね。ロッテファンもかなり見てたはずなんですね。そうですよね。そのソフトバンク戦を注目という面では。はい。そうですね。この大瀬良を見た上で、今日の投球は、もうここ数試合の大瀬良が全く同じ投球をされたなっていうのがロッテファンの。そうですね。今年の大瀬良投手すごくこう、今日この前も含めて全体としてすごく安定してますね。あの、ちょっとね、大瀬良投手が、まあ、成長と言うべきなのか、ちょっと割り切り始めたのが、ゴロだけにこだわらなくなってきてる。ああ、そういうことですね。だから、まあ、フライアウトもありだと。そうですね。当然これ、まあ、当然カープの外野が、まあ、末金が予想以上にレフトで守れます。はい、で、秋山の間がいます。はい。まあ、ほぼほぼ内野はほぼ鉄壁ですよ。菊池、矢野、小園。そうですね。
守ってくれれば、はい、あとはファスは林だったりね、はい、まあ、桜だったりですけれども、あと、まあ、最近、田中康介選手ですね、ファーストね、使ったりしますけれども、はい、まあ、守りという面では、はい、この3人である程度、まあ、なんつうか、難しい打球じゃなきゃアウトにしてくれる。まあ、他のチームと比べても遜色というか結構高いレベルですよね。高いですよね。特に二遊間はもうほぼほぼヒット性のあたりとか。はい。そうですよね。これもアウトにしてくれるこの信用。ありますよね。ですよね。当然。ありますよ。これと、あと、まあ、今回で言うと、やっぱり、相川が冴えてるんです ね、今シーズン。はい、その通りですね。はい。かなり読みを外して、うん、打ち取れるリードを、そうですね。はい。してくれてますので、まあ、大瀬良にしてみたら、はい、自分の、投げミス、要は甘い、要は、フォアボール、まあ今回、5個フォアボール出してるんですよね。はい、そうですね。9回も2個出しちゃってるぐらいなんですけれども、はい、フォアボールの投げミスはいいだろうと、逆に。はい、そうですね。逆に言うと、超、まあ、これ、ソフトバンク反省もあるとは思うんですが、長打を打たれる甘いボールの投げミスはやめようっていう感じなん、ああ、そういうことですね。ですよ。なるほど。で、当然これ、まあ当然、まあ大瀬良投手今シーズンかなりいいのは、実はほぼほぼ球数少なく8回まで行くんですよ。なるほど。まあ、今日は9回まで行きましたけれども。ね、はい。そうですね。まあ、9回投げ切ったところで110球、20球以内に、まあ、9回まで行ける投球数は。そうですね。放って、まあ、当然、島内、まあ、栗林っていうカープも、まあ、8、9回リードしてればですね、島内は、同点で打たれてるけど、リードの場面の島内は打たれてない。ソフトバンク戦も同点を打たれてるだけで。確かにおっしゃる通り、大瀬良投手のちょっと前まで、去年と今年とか比べればですね、やっぱストライクゾーンで結構勝負できてるんでしょうね。だから勝負してるんですよね。ですよね。これ、相澤が勝負させてるんですよ。はい。で、なおかつ、もう完全に、まあ、大瀬良投手もちょっと脱皮したかなと思うのは、もうストレートが見せ球。そうですね。なんです。はい。もう確実に外すと。はい。そうですね。その代わり、カットボールとか、まあ、ツーシームをメインに。はい。そうですね。できてますね。きますので、これは、多分、大瀬良投手が、本当に信用してるなと思うのは、セカンド菊池、ショート矢野なんですね。ああ、なるほど。要は、まあ、バッターが大瀬良のボールで打ち崩そうと思うと、右、左に関わらず、引っ掛けたくないんですよね。そうですよね。今シーズンの大瀬良のボールで言うと、引っ掛けたくないってことは、センターから、まあ、右はセンターからライトより、まあ、要はセンターからライトより、はい、まあ、少なくともライト線よりはないわけです。そうですね。で、左バッターも、まあ、要はセンターからレフトより、要はショートの上ぐらい、ショート、要はショートセカンドの範囲。
ところがここ菊池矢野が守ってますので、うん、そうですね、もう低めにさえ放っとけば、はい、もうアウトが計算できる。そうですね、ここ最近で見るとジャイアンツの戸郷選手がノーヒットノーランと、そしてまあカープという単体で見ればですね、前田健太投手がノーヒットノーランと、またロッテの立場からするとオリックスにね、去年9月9日に山本由伸っていうところのノーヒットノーランというのはあるんですけど、いろんな切り口があるんですけど、やっぱりノーヒットノーランが去年も今年もまだその前も結構出るようになりました。あの、出てはいますよ、今永もやってます。まあ、ね、球団違いまして今永とか、完全試合でいうと佐々木朗希とか、そうですね、あの、ね、要は、正直言うと、あの、ある程度、まあ当然これ打率に現れてるんですが、はい。ほぼほぼ3割1分打てないんですね。今、丸が首位打者って言って3割2厘なんで。そうですね。かつては3割5分とか6分とかそういった、まあ、少なくとも3割3分なんです。そうですよね、今や、まあ、あとは3割打者が、まあ、少なくても7人から10人3割打者は大体各チームに1人以上はいましたね、3割以上が。そうなんですよ、だから6球団で、まあ、DeNA の宮崎とか牧とか、まあ、要は、はい、まあ、当然村上、ヤクルト村上、オスナ、サンタナみたいな、はい、その打力優勢な人が大体、まあ、2人か3人、まず10、ね、まあ、3割打者にいますと。はい、でここに、ね、あとはジャイアンツ、中日、カープ等々で、まあ、各1人ずつが3割いると、まあ、大体3割出せ10人、まあ、これパ・リーグはね、確かに1位がタミヤ選手3割4分とか、ソフトバンクの近藤健介選手は3割3分とかありますが、結局3位以降は2割9分2割8分で、まあ、そんな差がないですよね。まあ、難しいんですよ。で、逆に言うと、これ、相当投稿っていうのは、DH のパ・リーグが打てないってない。そうですよね。そういうことですよね。打者優位の選手が多い。で、さらに、まあ、あの、この侍ジャパンのアメリカ、最後戦いましたけども、アメリカ戦のみならず、全体としてやっぱり日本のピッチャー抑えてましたよね。日本のピッチャーはいいですよね、抑えてたなっていうね。で、もう一つは、まあ、今回の大瀬良もそうなんですけれども、一部の投手によく言われてる、まあ、戸郷はある程度三振取るとは、ノーヒットノーランの試合もそうなんですけど、さほど三振数多くない。ノーヒットノーランは、まあ、佐々木朗希なんていうのはかなり三振取りましたけれども、うん、ノーヒットノーランの割には奪三振数が少ないんですね。確かに少し何気にこう、まあ、完全技巧派とはないけど技巧派がなんか台頭してる感じもしますね。あの、これある程度カープの内野陣も、まあ、かなり評価あるんですが、ある程度ジャイアンツも含めて、実は守備悪くない、あ、ジャイアンツもいいですよね。いくら、まあ、あの、人工芝といってもいいですよね。悪くないんですね。つうのは、まあ、これ、多分データ見れば、まあ、カープが一時期かなり失策少なかったんですが、交流戦前ぐらいから失策が増えまして、そうですね、失策数が大体真ん中ぐらいまで失策数、はい、まあ、これ、松田の天然芝の試合数が増えたせいもあるので、この一概に比べちゃいけない
はい、そうですね。いいんですが、実は、12球団の失策数自体で言うと、うんうん、結構同じぐらいの数字なんですよ。で、まあ、記録エラーなんですけど、しょうがないなってエラーもかなり含まれてるエラーそうですねもあってなんで、これね、かなり、まあ、当然、この WBC 世界戦もない、まあ、日本の守備力等々で言うと、ここも強化されてるんで、まあ、特に大瀬良については、菊池矢野っていうこの絶対の二遊間がいますので、その意味ではふと思ったんですけど、今日は大瀬良投手の話ですけど、去年のね2023年6試合がフル先発をした野村祐介投手、まあ、結局一勝いっぱいやったんですけど防御率 1.16 なんですよね。これもねやっぱり移行が少し台頭してるのかな、台頭してるのは出てるのは実は、床田と栗なんですよ。そうですね、栗が三振数かなり少ない。もう一つあれな、ジャイアンツ戦の1イニング9失点ですから。そうですね。ドーム戦のあの失点がなければ、栗、床田と同じぐらいいいですよね。全部の試合で言えば。はい。だここで言うと、打たせ、まあ、三振を取りに行って、三振が取れるほど、今の打者のレベルも低くないんですよ。実際問題は打ってるんですが、かといって、ヒットにするほど、今の内野陣、外野陣の守備力も高いんですね、日本、各球団が。塾長の今のお話すると、まあ、みんなレベルが上がってるんだけど、まず投手力が上がってます。で、さらに守備力も上がってると。その上昇に打力が追いついてないということですか。そうですね。だから、三振は思った以上に各打者のレベルは低くないのは、過去以上に三振数は多くない。確かにそうですね。そうですね。ですよ。要は1イニング14も13も三振してないんですね。0点で抑えられ、まあカープもかなり10試合とか、まあ0点で抑えられてますと。まあ私もかなりちょっとそこはどうにかしてくれって言いますけれど、問題はランナー出て0点に抑えられてる問題の方なんです。その意味で、かつての、例えば野茂英雄投手で16奪三振とか、例えばそういうようなことは、まあ、ここ最近はないです、ね。野田投手とかね。野田投手とかね。まあ、去年のもう佐々木朗希の19で、もう完全試合の時以外は、はい、今永も確か12ぐらいしか取ってない。ね。12って昔は結果が多いけど、そこまで多くないですからね。完全試合の時は大体14号取ってきますので、そうですよね。それと、結構ですね、まあ、ノーヒットノーランで言うと、各投手、フライボールを恐れてない。だから、ツーストライクも多いんですよ。だから、東郷だって、結構ツースリーにはなってるんですね。はい、確かに、去年の佐々木朗希と比べて、今年、その防御率とか勝ち星とかの前に、奪三振もちょっと下がってきてますね。10.23 ですからね。なので、ノーヒットノーラン取るのに一番早いのは、確実なアウトは三振数なんですよ。27のアウトっていう、要は、まあ、27アウト取ればいいと。で、大体フォアボールが、まあ、大瀬良の5って結構多いんですね。ノーヒットノーランの中では5ってかなり多い。うん、そうですね。数なんですよ。ノーヒットノーラン、だいたいフォアボールが1か2なん。まあ、準完全試合に近いぐらいのフォアボール数しかも出してない。
はい、そうですね。のが現実なんですね。まあ、あとはエラーがちょっと絡んでるかなというぐらい。はい、そうですね。なんですけれども、ここら辺を見ても、実はもうこれ、多分、各球団、その、打力が落ちたというよりかは、まあ、投球で打たせることと、守備力。うん。まあ、当然、今、かなりのデータ分析もできてますので、こう、極端な守備も取れますし。はい。そうですね。そう考えると、こうやって、まあ、結局、技巧派だったり、例えばカープで言えば、矢野選手がショートでね、2番だったり、7番だったり、8番だったりして、サードにこう、小園選手が回るというのは、当然の流れなのかもしれませんね。ええー、これはもう、ちょっと、まあ、当然、ロッテの側で言うと、反動があるんですね。11連勝。やっぱり反動は絶対出ますので。そうですよね。で、その、連勝中も、そんなにロッテ、打ってないんですね。勝ちましたってだけで、2-1 だとか、2-2、3-2 とか、まあ、延長で追いつきましたってだけで、延長で2-2とか、1-1 とか。そうですね。そこまで、打力では連勝してない。なるほど。ですし、実は今、ポランコもホームラン自体は打ってないんですよね。ロッテの11連勝中で。そうですよね。なので、大瀬良にしてみると、まあ、当然カープの新井監督なんかも、まあ、藤井ヘッドも、実は、長打さえ気をつければ、ロッテは五分に持っていけるよっていう指示はあったのかなと。ここからちょっと話題変えて、こう、大瀬良投手への祝辞というかね、お祝いというところなんですけど、まあ、塾長があるんでどう思われますか？まずは、まあ、大瀬良投手が、まあ今回、まあ手術のことで開幕投手は、まあクリに移った形ですけれども、フロントと、まあ首脳陣、まあ当然これ緒方監督とか野村健次郎さん等々で、フロントもそうなんですけど、あ、だから大瀬良が問題なら開幕投手任されられるのかなと。ああ、なるほど。ああ、やっぱりというところですね。結局試合潰さないし、結局9回、要は、フォアボール2つポランコになった。まあ、当然、まあ、4点あっても、スリーラン打たれるわけにはいかないわけですよね。そうですね。なんでか言ったら、当然カープの交流戦の悪さと、まあ、笹岡監督時代のロッテ戦の逆転負け等々含め、まあ、当然その前からロッテ戦のカープも相性が悪い中では、失点イコール、部が悪くなるリスク。そうですね。背負ってる9回でもあるんですよね。ノーヒットノーランがかかってるとはいえ。そうですね。これを結局、要は、大瀬良がすごいなと思ったのは、ノーヒットノーランをするためじゃなくて、0点に抑えるために、甘い球を1個も投げないで、1、2塁にしてポランコ勝負も甘い球ないまま抑えていくんですね。なるほど。だから、打者1人、まあ、要は3アウトを取るために、1点も与えないために2フォアボールを、まあ、なんつうかな、投げ切っちゃう大瀬良の度胸って言いますか、まあ、球数が少なかったですから、
甘い球を投げないで、はい、要は0点に抑えるための投球をフォアボールを抑え、うん、フォアボールも恐れずに投げてってしまう大瀬良のずぶとさですよね。1、2塁にしてポランコですので、うん、やっぱこれやっぱエースっていう感じはしますか。あの割り切りなん、まあ自身今シーズンでいうと、まあ球数が結果ね107球ぐらいだと思うんですけど、あの終わった最後の球で言うと120球ぐらいいってましたね今日はね、そうですね。だからそれぐらいで言うと大瀬良にしてみると、あのもう今回のロッテ相手にか、あのノーヒットノーランではなくて完封しますが最優先、あそうでしょうね、あそうでしょうね、なので129球ですね今日最後129まで、だからまあ多分もうこれ新井監督は、はい、ヒットを打たれたら交代というよりかは、あの点を取られたら交代まで待ってたのかなと。129球で完封、あすいません、ノーヒットノーランなんです、でかつ5個フォアボール与えてるんですけど、塾長の言う通り三振は少なくて2つだけですからね。これなかなか珍しいですね。なかなかないんですよ。だから三振数も少ない上に、フォアボールの数も多いですし、まあ、129までいってますので、多分球数かなりロッテも投げさせてるんですよね、点取るために。そうですね。そうですね、まあ5フォアボール選んでるぐらいなので、ある程度粘ってはいる、はい、そうですね、うん、形を取ってんですけれども、実は大瀬良相澤の方がこの、はい、まあ趣旨自体がね、それは多分、先週のソフトバンク戦の反省が大きいと思うんですけど、まず点を取られない投球をもう大前提にもうスタートから入ったのかなと、1回から。なるほどね。もうランナー出ちゃうのはもう多分大瀬良自体で言うとちょっとしょうがないかなと、今シーズンランナー自体は出てますので。ただ大瀬良が自信があるのは、まあ防御率も出てますけれども、ランナー出ても点取れない投球ができてますと。うん、そうですね。これはまあライトのまあ、センター秋山、まあ当然セカンド菊池、ショートやあのサード小園っていうこのまあ守備力、はい、そうですね。もう含めて、はい、これも大阪はもう点は取られない投球をしますと。なのでフォアボールもありですと。で球数ももうフォアボール、ファール打たれる分の球数も OK です。はい、そうですね。はい、だから大阪にしてみるとこのノーヒットノーランっておまけ、はい、そうですよね。あの勝ったことがすごく嬉しくて、そうですよね。だからあとはうまいとこに打球が飛んでくれたなっていう、まあソフトバンク戦うまいとこに打球を飛ばされて1-1になっちゃった、だからここら辺のやっぱり割り切りがやっぱり、まあ、まあ、フロント、カープの収納、まあ、過去の、新井監督だけではなくて、はい、首脳陣の絶対の信頼なのかなと。はい、そうですね。まあ、今シーズン、まあ、
やっぱりクリーニング手術の影響、まあ、が、まあ、直しましたので、かなり腕も触れてるんですよ。そうですよね。だから、多分、まあ、肘なので、まあ、もしかすると本人的には、引っかかり気味だったのかなと。まあ、去年かなり引っかかったスライダー、まあ、カットボール多かったですから。はい。これが解消されたと。これが完全に解消されてますので、まあ、投げたいとこにコントロールできてて、はい、まあ、それをたまに審判が厳しいとボールって言われちゃうから、まあ、たまに、ちょっとあれボールかっていう表情もある。うん。ですけれども、本人自体は投げたいとこにボールが行ってる感じなんですよね。カットボールもそうですけども、もちろんそのとおりなんですけど、カーブもなかなかこうコントロールがいい感じしますね。よく投げますね。去年使えなかったのは、多分肘が引っかかったんだと思うんですよ。そうですよね。クリーニング手術によって、そこが、緩いボールが、要は、去年もカーブちょっと慣れてたんですけど、緩んでたんですよね。だから引っかかっ、だから普通に、普通のまあストレートとか、まあカットボール、まあチェンジアップ等々の、まあツーシームも投げるんですけれども、これよりも、ブって緩いボールの方が引っかかってたのかなと、肘に。これ塾長、今後ね、こうまあ今年、今日に関してはすごくこうノーヒットなんできましたけども、なんかまあ、開幕戦取れなかったんですけども、今後のちょっと大瀬良投手、今年期待できますね。これはやっぱり、まあ当然クリーまあ、トコダ、はい、森下、クリー、オーセラ、まあ、これはある程度、雨の影響は大きいとは思うんですね。実力っていうよりか雨の影響は大きいとは思うんですけれども、結果としては、金曜日に、まあ、実質の開幕は金曜日からでしたよね。あ、そうですね。今週の。だから、そこに大瀬良がハマっていて、6連戦の頭に床田が入り、はい、怪我が治った、結局、残念に言うと森下が水曜日に入り、そうですね。雨で、まあ、中を短くしたり、長くしたり、いろんな形で放れる栗を、木曜日に持っては、四本柱は結局、前にも詰めた方がいいわけですから。そうですよね。だこうすると、カープにしてみると、一番怪我系で言うと、まあ、金曜日の形なんです。なんですけれども、大瀬良の方が4番手ですよ。だから1番手トコダ、2番手森下、やっぱり3番手栗、4番手大瀬良の順ではあるけれど、開幕って考えた時には金曜日が基本開幕だと。エース金曜日だ。そうですね。で、ここに大瀬良のプライドも全部含めて、入れられると。はい。なんかいい方向に戻ってきた感じですね。そうですよね。で、とにかく大瀬良にしてみると、まあ、栗もそうなんですけれども、とにかく自分たちで勝っておかないと、土日は基本は、まあ、玉村が今投げてますけれども、まあ、場合によってはハッチだって、まあ、要は不確定要素が土日ですよね。まあ、当然アズワの場合はその手術明け等々があるので、どこで投げれなくなるかわからないのと、そうは言ってもですね、ソフトバンク戦も5勝で最多勝ではある、最多勝ち星は取ってきてはいますけれども、は
実は5、6回3失点は絶対取られちゃってるんですね。そう、勝ち星以上に失点は取られてるのが現実。アドラ投手ですか？アドラです。そうですね。なので、これでまあ、玉村がいい投球してますけれども、土日は不安定さ。ありますね。で、これは逆に言うと厄介なのは、各チームは、まあ、先ほど金、土、日が開幕ローテーションみたいな、まあ、要は金曜日が開幕って言いましたけれども、オメオタローテーションなんですね。通常金、土、日が。そうですよね。で、実はカープは金、土、日が裏ローテーション。確かにそうですね。そうなりますね。になってる中で言うと、ここが大瀬良にしてみたら、絶対自分は、こう流れ、まあ、要は結果の勝ち負けでは、だけではなくて、流れを相手に持っていかない投球をしなきゃいけないっていうのを任された金曜日でもある。確かに大きいですね、それはね。確かにそうですね。だからソフトバンクで大瀬良が、まあ結果島内が打たれましたけれども、試合は成り立ってるわけです。そうですね。成り立ってますね。あの試合で、まあ結局玉村だって、あ、カープはちょっと交流戦になると、なんとかな、自滅みたいなエラーが多くて負けたりもします。で、なんで交流戦になるとそういうエラー、そういう、うん、予期せないエラーですよね。あの、まあ、申し訳ないけど、矢野が、カメラマン席に入れちゃうような、あれ、別にカメラマン席に入ってなければ、ランナー一塁で済んだかもしれない、はい。ような、だから、ああいうところでも、でも結局、玉村は持ちましたと。はい。アドラも悪い投球しませんでしたと。はい。なんで、これ、大瀬良が、かなり流れは持ってきてるんそうですね。ですよ。はい。だこれ大きいのは、ノーヒットノーランもそうなんですけれども、これ多分、明日、明後日にも、自信になるのかなと。要は、そんなにロッテの打線って怖くないんだと。だから、投げ間違えなければ、大瀬良投手の球威でも、アンダー出ないんだって分かったと思うんですね。過去の大瀬良で150キロ、152、3出て、もう鋭いスライダーですと。あとは、ある程度の三振取れるフォーク、まあ、フォーク、チェンジアップを持ってますっていうんではなくて、はい、ある程度こ、まあ、今日の試合のノーヒットノーランで見ると、打たせて取るボールでノーヒットノーラン取りましたので、はい。そうですよね。これ、玉村とアドラにしてみると、あ、ね、コントロールミスだけ気をつけて、で、まあ、フォアボール出した後も、慌てなければ、はい、少なくとも大量失点はないんだっていう例を見せたんです。そういうことですね。これでも本当勇気を与えますね。勇気を与えるんですよ。だから、あまりにも大瀬良がビシビシコントロール決めて、三振取って、完璧なノーヒットノーランですと。はい。フォアボールも1個2個、まあ、下手したら1個ですと。準完全試合ですと。ノーエラー、ランナー1人しか出してませんって言うと、さすがに玉村とか、あるいは、ちょっと苦しくはなると思う。そうですね。はい。ですけれども、逆に言うと、大瀬良のボール自体が自分と変わらない。もしかしたら、少し一味加えれば自分でもできるかもしれない高い目標、みたいな感じですかね。そうですね。ああ、そうですね。まあ、これは特に玉村ですよ。うん、そうですね、去年、まあ、先週の試合悪くなかったわけですから、
だから、ね、まあ当然この DeNA 戦もまあ1イニング連打打たれただけで、まあ打順が回らなければ、まあ次のイニングも投げて抑えられてはいるわけですから、玉村が一番、大瀬良の今日の、このノーヒットノーランのピッチングを見て、フォアボール、まあ当然、フォアボール、まあよくわかんないんですよ。無駄なフォアボールって点取られた時に無駄なフォアボールっていう表現されてるだけで、そうですね。フォアボールは別にありなわけですよね。そうですね。はい、よりも、その、長打を打たれちゃいけない場面のフォアボールは、大瀬良は今日出しましたよ。はい。わかりました。ここがすごいなっていう。はい。わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それから大瀬良投手、おめでとうございました。おめでとうございます。はい。ありがとうございます。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。